ベリー校の糸も豪華なる、自動書より7月。7月は、グレゴリオ歴で年の第7の月にあたり、31日ある。日本では、旧暦7月をふずと呼び、現在では、新暦7月の別名としても用いる。ふずの由来は、7月7日の七夕に鹿を剣じたり、書物を夜風に晒したりする風習があるからというのが、定説となっている。しかし、 花畑の行事は、奈良時代に中国から伝わったもので、もともと日本にはないものである。そこで、稲の穂が含む月であることから、含み月、穂含み月の意であるとする説もある。また、秋初月、七夜月の別名もある。英語での月名樹来は、ユリウス歴を作った、共和制ローマ末期の政治家、ユリウスカエサルから取られた。 カエサルは、紀元前45年に、ユリウス歴を採用するのと同時に、7月の名称を、5番目の月を意味するクインタイルズから、自分の家紋名に変更した。なお、8月の英名オーガストはウグスティスにちなんでいる。詳細は8月を参照。7月はその年の4月と同じ曜日で始まる。順年は1月も、同じ曜日で始まる。お見ないしずきを、 南石月、県新月、新月、七夕月、当月、七夜月、初秋、ふ月、ふみひろげ月、目で合い月、乱月、両月,月、七や七は七の他に七とも呼称するが、歴史的には七の方が古い。七の大技に、質や、漆が使われるのも七の読みが七であることにちなむ。これらの経緯から日本では、 伝統的に7月と故障されてきたが近年では1月と聞き違うという理由からわざと7月と故障するものが若者を中心に増えてきており政府の公式発表時においても7月と故障することがある。ありがとうございます。